こんにちは、ダイゲンです。前回ビネットを使ったヴィンテージルックな映像の演出の仕方をご紹介したんですけれども、今回は VHS エフェクトということで、こんな感じですね。あの VHS っぽいレトロ感のある、映像を作る演出のやり方をご紹介するので、ぜひトライしてみてください。それじゃあやっていきましょう。それでは早速やっていきましょう。今回はね、エフェクトたくさん使うので、あのゆっくり見ながらやっていってもらえればなと思います。で、今回使う素材はこちらです。女の子がマッチに火をつけてる素材なんですけれども、とね、25秒あるんで、どうしようかな、5秒ぐらいにしておきます。じゃあまず最初は調整レイヤーを作ってください。この右下のこのペラってなってるところから調整レイヤーを作って、で、素材の上に乗っけます。で、調整レイヤーを乗っけたら、ルメトリカラーを開いて、ここですね、クリエイティブかな。クリエイティブから、まずはフェード、この数値を上げてきます。フェードを上げると、こう、ぼやっとした感じになる項目なんですけれども、まあ、好きなところでいいです。40ぐらいにしときますか。で、次、シャープ。シャープを、こう、左側に持っていきます。これはね、もうシャープその名の通り、右に上げると、くっきりした感じで、左に上げるとぼやっとした感じになります。これはね、まあ、こんぐらいにしときますか。-44.7、こんぐらいにしときましょう。じゃあ次はカーブを開いて、ここですね、左側のここぐっと上に持ってきます。こんぐらいでいいかな。今度右側のここを掴んでぐっとこう下に持ってきます。そうしたら、今度ね、左下のこのちっちゃい点をぐっと右側に持っていって、まあ、こんな感じにしておきましょう。ここも同じように右上もガッと、これでこんな感じであんまり変わんないんですけれども、ここのね、黒とね、白のレンジをちょっと狭めたっていう感じになります。もうちょっと下げてもいいかな。こんな感じ。はい。で、ここまでできたら、次はエフェクトに行きましょう。エフェクトでは、ブラ検索して、ブラチャンネル、これをこの調整レイヤーにかけます。はい。そしたら、ちょっと大きさを変えていきますか。ブラチャンネルのこの赤ブラっていうところを数値を変えていきます。これはね、こんな感じなんだろう、こんな感じです。うん、赤ブラの数値を、まあ、あんまり上げすぎてもあれなんで、30ぐらいにしておきます。これないとこんな感じ、あるとこんな感じで、ブラの方向、これを垂直にしておきます。うん、ないとこんな感じ、あるとこんな感じです。で、今度はこのブラチャンネルを選択して、 Mac の方はコマンド C でコピーで、この下にコマンド V でペーストします。そしたらこの赤ブラの数値を0にして、青ブラの数値を同じく30にしておきましょう。うん、こんな感じ。これはないとこんな感じ、あるとこんな感じ。はい。で、ブラの方向を水平にして、で、ここのね、このエッジのところが黄色とか青っぽいラインが入ってるんですけど、これもし必要ない方はエッジピクセルを繰り返すところをチェック入れると、ここはね、なくなります。ここはね、お好みでいいかなと思います。僕は必要がないので、ここチェック入れて消しておきます。で、ここまでできたら、ここね、ちょっと一回整理して消しておいた方がいいです。じゃあ次は波形ワープっていうエフェクトをかけていきます。検索でワープ。これですね。これを調整レイヤーにかけます。はい。これはその名の通りですね。こう、なみなみになるようなやつです。高さ、こんな感じとかね。幅とかも変えれたりします。で、まずね、波形の種類を単形にしておきましょう。そしたら、波形の幅をガッと上げてきます。どんぐらいにしよっかな。あんまりたくさん、この、波々がこうあんまりたくさんあってもすごい見にくいので、もうほんと少なくていいです。この線1本とかでいいんで、線ぐらいかなにしましょう。
で方向をこれ今縦になってるんですけど、横にしたいのでこれ0にしておきます。そしたらねもうこれほらこう横に動いていく感じになるんですが、このままだとめちゃくちゃ速いピュン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 ってなっちゃうので、波形の速度これを 0.1 どうかな、あいいぐらいかな、 0.2 にしたらどうかな、 0.2 だとちょっと速いぐらい、 0.1 にしておきますか、まあ、ここもお好みでいいです。はい、であとはねここになんか黒いライン入っちゃってるんでこれを消しましょう。固定のところ今なしになってるんですけど、すべてのエッジにします。これでなくなります。はい、で次はノイズを追加しましょう。ノイズこれですね、ノイズ調整レイヤーにかけて、もうノイズはねそのままです。これザラザラって感じになるんですけど、僕はねあんまりこのノイズが好きじゃないので本当にうっすらでいいと思います。もう10でも多いぐらい、5とか、うん、でもいいかな。なしでこんな感じ、ありでこんな感じ。ここももうお好みでいいかなと思います。ノイズ入れてもいいし入れなくてもいいし、強めにかけてもいいし弱めでもいいし、もうお好みでいいと思います。 20% ぐらいやると結構ザラザラ、 5% ぐらいだとまあザラザラ薄めだけどやっぱちょっとノイズ乗ってるっていう感じになります。今回はちょっと 5% で進めていきましょう。でここまででこんな感じになってます。次はモザイクをかけていきましょう。モザイクここかな、はい、でモザイクかけるとこんな感じになっちゃうんですけども、ここのね数値を上げていくとこうだんだんね見えるような感じになってきます。まあ1000ぐらい、こんぐらいしとくか、800と400、もうちょっと800と700、1000と600ぐらいでいいかな、うん、1000と600ぐらいにしておきますか。はい、こんな感じでちょっとなんかぼやっとした感じにしていきます。で次は、マスクと検索してください。アンシャープマスク、これです。これをエフェクト、調整レイヤーにかけて、適用量を42ぐらいにしとくかな。半径これね強めるとこんな感じになります。18ぐらい、ないとこんな感じ、あるとこんな感じ、ないとこんな感じ、あるとこんな感じ、ちょっとなんかコントラストが強まった感じになるかなと思います。じゃあちょっとここまでの様子を見ていきましょう。で最後に、テレビっぽくするのにここのねサイドの部分を切っていきたいと思います。調整レイヤーを乗っけて、でこの調整レイヤーに、エフェクトからクロップをかけましょう。クロップで、左 12.5、 右 12.5、 これでねサイドがなくなったんでちょっとテレビっぽくなったかなと思います。で、女の子が主役なんで女の子もちょっとずらしてあげて、ここだ、ここね、ここのね、元のファイルをこんな感じでずらしてあげて、うん、これでいいかなと思います。これで VHS 風のエフェクトの完成です。でここまでできたら、このね調整レイヤーに乗っけたここのエフェクトをすべて選択してプリセットを作っておくと、次ねまた同じエフェクト一発で使えるようになります。全部選択して右クリック、プリセットの保存で好きな名前をつけてください、VHS エフェクトとかね。で僕はもう作ったんですけれども、このエフェクトのプリセットのところから VH エフェクトっていうのがあるんで、これを乗っけるとまた同じエフェクトがどの映像にでも使えるようになるんで、ぜひ一度ね作ったら
プリセット作っておくと次から使う時に楽になるかなと思います。いかがでしたでしょうか。結構いろんなエフェクトをかけて数値をいじったりするんで、ちょっと大変かなとは思うんですけれども、まあ一回やっちゃえばいろんなところに応用して使えるようになると思うので、ぜひやってみてください。前回ご紹介した、ビネットを使ったヴィンテージルックの映像とかにも応用できると思います。ただね、この演出をやるときは、エフェクトをたくさんかけるので、そのプロジェクトファイル自体が結構重くなっちゃったりします。なのでこれを作るときは全部こう編集を終わった後、一番最後にこの演出を使うようにしたらいいかなと思います。ぜひね、そんなところも気をつけて、この VHS 風のエフェクト、ぜひやってみていただければと思います。じゃあ今日の動画は以上です。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。あとはこんな動画撮ってほしいなっていうようなご要望があったら、コメント欄までコメントいただけると嬉しいです。質問なども待ってます。じゃあまた次の動画で会いましょう。ではまた、バイバイ。